はい、皆さんこんにちは、ただいまから、宝塚市でのコミュニティパワーの取り組みについて、ちょっとした動画をお届けしたいと思います。司会は環境エネルギー政策研究所研究員の古谷がお送りします。では、アシスタントの桜美林大学4名の前園みどりです。アイセックでインターンをしています。よろしくお願いします。では、はい、市民エネルギー山口の坂井です。よろしくお願いします。北海道グリーンファンドの鈴木です。よろしくお願いします。会津電力株式会社の佐藤彩です。全国ご当地エネルギー協会では代表幹事です。アイセックの飯田です。はい、本日は、宝塚市で、開催したシンポジウムに関係して、この動画をお届けしているわけですけれども、本日、宝塚市でのご当地エネルギーを、皆さんに紹介したり、これからを考えていくシンポジウムを開催しました。それに引き続いて、全国ご当地エネルギー協会が、集まって、これまでの活動、各地域の取り組みというのを報告しました。宝塚市は、2012年度から、地域の再生可能エネルギー取り組みを、行政と民間の市民が一緒になって取り組みを進めてきました。その取り組みを今日のシンポジウムでは、発表をお聞きしたわけですけれども、その感想、宝塚市実際来てみてどういうふうなことを感じたのか、本日のこのメンバーでちょっと、感想をまずは、一人ずつ伺っていきたいと思います。それでは、坂井さん、はい、します。まあ、今回、宝塚の方に来させていただいて、一番最初に驚いたのは、大体あの大都市圏では、こういう、ローカルな集まりにはあまり参加する人はいないんじゃないかなという、思いが正直あったんですけれども、会場がほぼいっぱいだったということで、やはり環境問題とかですね、エネルギー問題に対して意識しながら普段から考えている人が多いんだなっていうのは正直びっくりしました。以上です。はい、その第2部から の今日は参加だったので第1部はちょっと聞くことができませんでした。私は北海道から来て、北海道は再生可能エネルギーのね、非常に高校なんですけども、自然がたくさんある。宝塚って本当にすごい結構都市なのかなと思ったから、駅降りたらすごくこう、山があって、で話を聞いてると中山間地っていうか、農村もあったりみたいなところがあって、なんかすごい面白いところだなって思ったんですね。だからそういう都市って結構日本に結構あるんじゃないかなと思って、ここでの取り組み、特に条例を作ったっていうところは非常に参考になるんじゃないかなというふうに思いました。ここのすみれ発電の代表の井上さんですね、は今日のシンポジウム見て素晴らしいなと思いました。で今日は宝塚の市長の中川智子さんも巻き込んで、市には条例も作ってしまい、再エネの条例も作ってしまいました。今日は行政マンもたくさん来てましたし、確実にやっぱりそのこの町の再エネをやっていくんだというそのエネルギーが一つの感じ、形になってきてますね。とても素晴らしいことだと。宝塚もこの前、先ほどちょっとこの地元の人に聞いたら、阪神大震災では非常に、揺れて、建物被害もあったそうです。ただここで感じたのはね、私福島だからとても気になることなんだけど、もう虹にもないですね。10年以上経ってる、ここは見事に再生してますよ。そしてこの中川市長がはっきりと脱原発を言ってですね、再エネで行くんだということ、でそれとこの井上さんがね、そこまではっきりとこの市長に表明をさせ、また自分もそれに動いていくと素晴らしいじゃないですか。ぜひ期待してます。はい、私は最初のところから見ているので、ある意味
発展の歴史っていうのを非常に今日は実感したんですけど、まあなんていうか、宝塚っていうのは、まあ、関西の都市圏における、まあ、いわゆる、まあ、古い言葉で言うとベッドタウンみたいなところで、まあ、市民活動の不毛地帯とか、ね、でそういうある意味市民活動的に言うとこう砂漠なようなところで、まあ、仲良しが仲再エネで仲一緒にやっていくという、まあ、最初その落下傘部隊で砂漠に降りたみたいな感じのところからですね。でもあのしっかりでもその砂漠の中にも実は根付いて花開いてる人が実はいて、でそういう人たちが自然エネルギーでつながって、まあ、非常にその大きな盛り上がりとか、その、まあ、花開いてきたとかそういうもの、まあ、本当にわずか3年間なんですけど、まあ、この間の展開が非常に、まあ、つくづくと思ったと、それからの中垣市長も最初の頃は、まあ、多くの政治家にありがちなんですけど、なんか目立つ、最初にまず太陽光とか、なんか目立つ事業が作れないのみたいなところから始まったんですけど、まあ、今日はエネルギーとか物を作るよりも、市民参加でこれだけみんなが参加することが大事なんだ、まあ、ここまで来て本当に改めて一番大事なものは、理解してもらったということです。まあ、と非常にその今回の一番大きな成果なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。伊藤さん、どうでしたか？公演の話の公演の中で世界とこう日本のこう再生可能エネルギーの導入量をこう比較しているグラフが出てきたと思うんですけど、その時にあの日本ではなんかそういう世界との比較があまりマスコミで報道されてないのが問題っていうことを言っていて、なんかそういう難しいことを簡単に伝えることがもっと大きな力を生かすにすごくつながるってことがすごい印象的でした。私の周りにも、原発には興味のある学生は多いんですけど、だからといって再生可能エネルギーに興味があるかっていうとそういう学生ばかりではないので、私もあの友達を巻き込めるようにするにはなんか簡単でこう楽しく伝えられるような方法を考えていきたいなというふうに感じました。はい、ありがとうございます。まあ、あの今皆さんから、コメントいただいたように宝塚市って非常にこう短い期間で、着実にこう成果を積み上げてきているというところがあって、でまだまだでもスタート地点かなというふうに僕は思っていて、というのは、条例だったりビジョンとかで目標値を定めているんですけども、それを達成するためにはまだまだいろんなチャレンジというのが多分これから出てくると思うんですけども、でもそれもやっぱりあの市内だけでやってるんじゃなくて、こういういろんな仲間たち とお互い触発し合う中でできることがあるかなというふうに思いまして、そこで、皆さんにちょっとお聞きしたいのは、これからの宝塚の取り組みに対して、まあ、どういったメッセージというかいろんな連携の仕方とかあると思うんですけども、まあ、そういったところを含めて少しメッセージをいただければなと思います。では、松岡さん。はい、まああの山口からメッセージっていう、まあ、大それたものではないんですけれども、実際にその山口は昨年1年間取り組んできまして、いろんな経験をまあさせてもらいました。でその中でもあの成功したこともありますし、失敗したこともいっぱいありますので、そのことをですね、包み隠さずですね、全てお話しできれば、まあ、その中で宝塚さんがこれは自分たちにとって参考になるならないというものを選んでいただければですね、あの、まあ、同じ失敗をしなくてもいいのかなという気はあのしてますので、情報をどんどん出していくということをですね、心がけてこれからお付き合いしていこうかなと思います。ありがとうございます。こういうその再生可能エネルギー事業を継続していくっていうのはやっぱりあの、まあ、一つの事業ですね。でそれで、きちっ
人その例えば、まあ、経営とか例えば若い人がそういう事業に参加できるような、まあ、そういうモデルを作っていくというのが大事なことだなと思うんですね。だから、これだけ結構資源があると思うので、都市部で、ちゃんと、継続してですね、いけるようなその事業をどうやって作っていくのかで、今市民ファンドの角度から言ってもね、まあ、そういったものを応援できるようにぜひ作っていきたいなと思うので、まずモデルを、ね、宝塚から、発信していってほしいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ダイヤルさんどうでしょうか。そうですね、宝塚22万人のいわゆる、まあ、中核市ですよね。この町もやがて次の10年後、20年後、30年後どうしていくという地域づくり、町づくりの中には大きく再エネがあると思うんですね、政府家のエネ。その選択している中でやっぱりこの市長がね、はっきりと那須原発で再エネをやるんだ、それからその次の何十年後の、まあ、10年、20年先の世代に安全安心のその再エネを渡すんだということがはっきりしているのがいいですね。それはやっぱり井上さんたちが頑張ってきたことで、それをやっぱりしっかり今選択をしてチェンジをしないとダメだろう。私は島ですからね、はっきりそのことが見えますね。とてもひどいことになります。で、豊かな口はいいんだけど、私たちの先人は豊かな時に必ず未来に何かが必ず戦争があるぞ、天変地異があるぞ、それから、戦争と天変地異、それから恐慌もあるぞと教えられてきました。そこを油断しせずにね、作っていく街づくりというのが大事です。だから危機感を持ってリスクを持って取りながらね、進めていくというのがとても大事だと思います。とてもね、宝塚には期待します。で、宝塚ジェンヌがいますよね、ここは。なんかね、最近ちょっと名前が、ここのファンドができたんだけど、なんか優しい名前のファンドだけど、ここは宝塚電撃ファンド。感激団、電撃団じゃない。宝塚感激団とね、合わせてそういうふうにしたいんじゃないかなと思ってます。とてもね、魅力的な街ですね、宝塚。はい。期待します。まあ、今日セッションの中で伊藤先生の話、インドラの実っていうんですけど、インドラは慶應の教の中で、その天空の中に無数の宝石がぶら下がり、それがネットワークでつながっているっていうイメージで、宝塚はまさにそのインドラの実の宝石の一つに学んでいて、で最初に我々が協力し始めた時には全くその予想しえなかった、それこそ井上さんのようなスターが地域地域から出てきて、でやっぱそのそういうその顔の見える人がどんどん、まあ、仲買いしてますね、こうやって表舞台に出てくるというその展開がすごい素晴らしいなと。でまあ、宝塚はこれからまだまだやるべきことがいっぱいあって、でこれまでの3年間がさらに10年後、20年後に振り返った時にやっぱりすごく大きな物語をこの流れの中でぜひ作っていってほしいなと期待しています。ありがとうございます。前野さんの今の話をメッセージ、そうですね、私もその配当のない今、何でしたっけ、ファンド、配当のないファンドを作ってるっていう今話をしてて、なんかこれからそれがどうなるのかっていうのはなんか結構周りの人が多く、周りの出資する人たちが再生可能エネルギーについてどう考えているのかっていうことをなんか手に取るように分かるよう
なるんじゃないかなって思ってて、なんかそれがすごくいい方向に進めばなんかいいなっていうふうに思うので、頑張ってほしいなっていうか、なんかいい方向に行くといいなと思います。ありがとうございます。短い時間でしたが、このようなメッセージをいただきました。アイセップとしてもずっと宝塚を支援していきたいと思っていますし、特に関西方面ですと、かなりだんだんその中心的な役割を果たし始めていますので、今後も引き続き、宝塚の再生の取り組み、地域の皆さんの参加を得ながら進めていきたいと思います。どうもありがとうございました。こんにちは。これから、宝塚での、全国土地エネルギー協会宝塚市の、シンポジウムの振り返りをしてみたいなと思います。環境エネルギー政策研究所の古谷です。よろしくお願いします。で、昨日、宝塚市の方で、シンポジウムと全国土地エネルギー協会の、シンポジウムというのを開催しまして、本日は、ちょっと雨だったんですけれども、宝塚市内で取り組まれている、宝塚すみれ発電さんがやっている太陽光発電所を見学して、その後宝塚の、劇場の周りを街歩きしてきました。というわけで、人と視察、シンポジウム視察というのをしてきて、ちょっとじゃあ参加してどうだったか、ホスト下側としてどうだったかというのをそれではコメントいただきたいとは思うんですけれども、まずは、自己紹介ということで、井上さんもお願いします。はい、こんにちは。非営利型株式会社宝塚すみれ発電の代表取締役をしております井上康人です。声大きな声で、はい、お願いします。すいません、ちょっと音が入りにくいんで、すみません。で、今のところカットです。はい、でもう一回、はい、はい、非営利型株式会社宝塚すみれ発電の井上康子です。よろしくお願いします。こんにちは。環境エネルギー政策研究所のシニアフェローをしています、竹本と言います。よろしくお願いいたします。こんにちは。長野から来ました一般社団法人自然エネルギー信州パートナーズの澤田と申します。よろしくお願いします。では、まずはじめに、ホストする側で、今回の、イベント、非常に温かく、受け入れていただいた、井上さんの方から、今回の、イベント、これまでの活動の成果として、こういうのを披露するみできたということで、それについて、ちょっとスタートとしてちょっと感想をお願いします。はい、今回は皆さん来ていただいて本当にありがとうございました。去年の夏ぐらいからずっと来てほしいと、宝塚で、皆さんにご当地エネルギー協会のこういったイベントを行ってほしいということを言ってきました。それは我々が市民発電所を作ってきて、でもっと飛躍をと思った時に、市との連携っていうのを進めていく上で、まずは宝塚でこういう人たちがいるよ、そして宝塚の人たちに、全国でやってる人たちにこんな方たちがいるよと知ってもらうために来ていただきたかった。でそれが叶ったので、昨日は本当に心から嬉しかったです。ありがとうございます。では、実際参加してみて、また実際視察して、市内回ってみて、どういった感想を持ったか、竹本さんからお願いします。はい、再生可能エネルギーをですね、民間の立場から推進していくということは何よりも重要なんですけれども、私はもう一つ、やはりその各地域の自治体がですね、本気になって取り組んでくれるかどうかというのがとりわけ重要ではないかなと以前から思っていました。で今回、参加してですね、中川市長さんを先頭に、それから担当の新エネルギー推進課の課長さん、スタッフの方々がですね、
本当にあの中心になってあの、まあ、主体的にと言ってもいいぐらいにやっておられると。でそれがあの基本条例の制定だとか、あの、あるいは2050年のエネルギービジョンの作りになっているということで、あの、まあ、そこまでのなんていうかセットで考えるとやっぱりこの宝塚市の取り組み、もちろんそれにはあのスミレ発電の皆さんの、並々ならぬご尽力があるんだあったんだろうなと思いますけれども、やはりいい意味で行政と民間がコラボレーションをしている、事例といいましょうか、モデルではなかったかなと。そのことと今日はあの、発電所を見させていただきまして、なかなか、土地条件が、まあ、良くないだなという中でですね、一生懸命終わりになっているので、心から感動いたしました。ありがとうございました。はい、まずシンポジウムなんですけども、やはりあの同じなんですけども、行政とスミレ発電さん、本当に市民が一体となって、ものすごくこう地域の人たちの一生懸命さが伝わってきているシンポジウムだなっていうのが、あの伝わる、そういうふうに感じましたし、あのこれまで本当にあの丁寧にそういう事業を説明をしたりとか皆さんに伝えたりということを続けてきた結果、まあ、本当に大きな発電所ではないですけども、確実に1号、2号、3号というふうに実績を作ってきてらっしゃるので、あの今後がすごく楽しみだなというふうに思いました。あとあの発電所の方も見させていただいて、その土地土地に工夫というか、あの必ず景観っていうのを地域の人たちの気持ちっていうのを考えて、お花があの植えられたりとかしてるので、でそういう工夫もすごく参考になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、あの僕もあの2012年から最初から宝塚の取り組み立ち上げに関わってきたんですけれども、あの、まあ、成果を見るとすごくあのそうなんだって言うんだけど、そこにたどり着くまでにすごいいろんな壁がある中で、まあ、それを一つ一つ関係者たちで議論してちゃんと解決してきたっていうのの成果として、まあ、あの発電所があったり条例があったりとかっていうので、あの本当に宝塚ってこう丁寧にやってきたっていうような、感想を僕自身も持っています。それで、まあ、こうやってこう積み上げつつあるわけですけども、まだまだこれからあの2050年に向けた目標もありますし、そこまでの30年、20年にいろいろやっていこうっていう、意欲的な、目標を掲げたり、実際こういうのをやろうっていうパッケージを作りつつあるわけですけども、やっぱりそれをやっていくためには今積み上げてきたことからこうまたさらにこうステップアップしていくことが必要になるわけですけども、その時に多分宝塚の市内の中だけでやっていくとどうしても、壁を乗り越えきれないこともあるかなというふうに思って、でそういう時にやっぱりこう今回できた全国の人たちとのつながりっていうのがあのすごく大事かなというふうに思っています。あの細かい技術的なことだったり政策的なこともありますけども、やっぱりこう全国各地に同じようなことを考えてやってる人たちがいるっていうその心強さっていうのはすごく大事なことかなというふうに思います。でそういう意味で、まあ、あのお二方にまず、この宝塚へのメッセージというかエールというか、これから先多分、まあ、またいろいろやっていくと思いますけども、そこに向けて、まあ、メッセージみたいな、こういう連携ができるかもしれないみたいなことを含めて、少しお話をいただけますでしょうか。はい、連携っていうよりかはですね、あのやっぱり宝塚っていうのはものすごく知名度、全国的に知名度もありますし、やっぱりあの劇場っていうのはあの興味させていただいて、ものすごく大きな財産、宝塚市にとっての大きな力なので、なんか例えばあの劇場さんと手を組んで何かあの発電所なり、まあ、再エネ事業なり何かできたら面白いかなって勝手な妄想なんですけども、そういったこととか、あとはやっぱり山があの意外とこう地形的に斜面が多いところなので、まあ、ちょっとあの雑種地というかこう林だったりとかっていうところがあるんですけども、あのすごく日当たりも良さそうですし、まあ、これからもまだまだ可能性があるんじゃないかなって思いました。でやはり行政さんとのつながりが強いので、あのこれはもうどこの県も見習いたいというか、あの後ろ姿を追いながら、まあ、これから一生懸命頑張りたいなと、いろいろまだご指導いただけたらありがたいなというふうに思います。以上です。はい、
その住田発電のケースというのはですね、私はやっぱりあの全国の中でも先行しているグループの一つだろうと思うんですね。で、あのこの国のエネルギー政策がの転換がうまくいくかいかないか、つまりあの全国の充電力会社がですね、地域独占をしている今のシステムを変えないとですね、この国の経済とか社会が変わらないと私は思っています。そうするとその地域地域のですね、その再生可能エネルギーを発電をしている事業者がその地域を分散するんだけれども、ネットワークでつながってるっていう形がその消費者っていうんでしょうか、電力の実需者に対しての、供給の安定性も確保できるし、いろんな意味で社会の弾力性あるいは進歩発展が実現するのではないかなと思っています。でそうすると今求められているのはですね、まあ、いろいろ難しい問題は今実はその、地域独占のサイドの方々からいろいろ言われているわけでありますので、それはまあある意味でその正論を解きながら転換をさせていくということが重要です。その意味で地域他地域とのですね、結びつきをどう強めていくか、その時には経験も交流していくということが重要です。で、先ほど申し上げましたけれども、条例とかそれからエネルギー政策の2050年のビジョンなんかもそうなんですけども、そうするともう一歩さらに進めていくとすれば、まあ、昨日私も話しましたけども、ソーラーシェアリングという農業をやりながら発電をしていくということを、特にこの宝塚市のあまり土地条件は良くないんですけれども、まあ、そこでその農業も再生しながらですね、再生可能エネルギー事業を定着させていくということに積極的に取り組んでいたということが重要で、またその経験というのは他の地域にも波及していくということになるのではないかと思いますので、そこは私は心からですね、期待を申し上げます。まあまあ、こういったエールを受け止めて、また宝塚でもこれから先のプロジェクトを考えていただき、昨日も新しいアナウンスがありましたけど、含めて、井上さんからこれからこんなことをやっていきたいとか、こういう気持ちでやっていきますとかっていうことを少しお話しします。はい、昨日発表させていただきました、宝塚スミレハート2015、これの意味をやっぱり我々自身がもう一度きちんと考えていきたいと。皆さんに寄付ではない配当を出しませんけれども、皆さんのお金で市民発電所を作っていって、地域に宝物を増やしていくというこの心を忘れないで、今回まずはそれを成功させたいと。で、皆さんが思ってらっしゃるのはどう考えても心の満足度を上げたいということだろうと思います。でこれは最初は難しいかもしれないけれども、多分波及していくと、おそらくですけれども、みんながそれぞれあここにいてよかったなって思えるようになる。でそれ自体が我々が最初から言っております NPO 法人の核となる再生可能エネルギーで街づくりにつながることであろうと思っています。発電所を作ることだけが絶対ではないんですけれども、いろんなことがポテンシャルとして心の中にあると私は思っているので、それの掘り起こし、こんなところにもこれがあるよという気づき、そういったものも一緒に共有していけたら、で行政も宝塚市だけではなく県内すべてに広がっていくように、市から県に、県から国に、まあ言ってみたら川下から川上に向かって泳ぐ、まあ鮎のような感じですね。で、あの川に帰っていくように我々は川上に向かっていって産卵して、いずれは流れていくのかもしれませんけれども、そうして次を作っていきたいなと思っています。ありがとうございます。ではちょっと澤田さんの方から質問ということで、井上さんに質問したいことがあ、はい、行政と一緒に取り組む中でいろいろ調整をすることとかはあると思うんですけども、太陽光発電所1号、2号、3号ってやってきた中で、一番まあ苦労した点、あるいは困ったなって言ったところはどんなところでしたか？1号、2号は自分たちでやっているので、そうは思わなかったですけど、3号は今回は、市の、市民発電所の設置モデル事業になりますから、今までと意味合いが全く違ってまして、でそこら辺はもう全てにおいて違うなんですね。
あとあの行政との関わりっていう意味で言うと、いろんなところで言ってるんですけど、行政は行政としてしかできないことっていっぱいあって、それは我々 の、 あの考えてる以上にいっぱいあるんだな。で、そのそれがやってみたら、あら、これもできないの、あれもできないの、まあ、よく行政の方はできない話をいっぱいしますけど、だからできることを言ってって私なんか言うんですけど、できることは意外に少ないのと、でやっぱり怖がる、すごく怖がる。で、あのどこが責任取るかとか、ね、すぐそういう話になりますから、でそこをどうやってこれからもすり合わせをしていくのか、でその持ち分じゃないけれども、あの、まあ、昨日も、お話しあったんですけれども、どうやってルール作りをしていくかっていう、その中で、お互いに、成功も失敗も含めて、やっぱり情報の共有すっごい大事やなと思います。あの失敗したことについては特にそうなんですけども、隠しもしない、全部表に出してみんなで考えていくっていうか、本当に最初の頃から言ってるんですけど、あのみんなで考えることが大事なんだけれども、行政はそれをことも、まあ、時にやっぱり嫌がることもあります。だからそこをどうやってすり合わせていくのか、今後これは我々にとっても課題になりますから。で、各地でお話しするとやっぱ同じ問題が起きてるんで、でもそれでいつまでも黙ってないのが市民側やというふうに、そのまんまでいいのか、それともこれからどうやっていくのか、我々の方が先んじてやったんだったら、やっぱそれを形にしていきたい。それとやはりあんまりもう失敗は失敗として怖がりすぎないことやと私は思ってます。ある意味素人の強さっていうところもありますんで、で困った時には専門家の方がいっぱい周りにいるんだと。私は口ばっかりじゃなくて、まあ口ばっかりなんですけど、頭のを持ってらっしゃる方は周りにいっぱいいるんで、知恵を借りて乗り切る、市民力ってそういうもんじゃないかなと思ってるんで、まずはめげない、負けない、曲げないということだと思ってます。あの新しいことに、あのすごく怖がる行政さんを今回説得納得させた大きな一つの、まあ、ポイント、例えばリスあらゆるか、まあ、考えられるリスクに対してこういうふうに対応しますよっていうことなのか、それとも行政が求めるなんか、まあ、うまみみたいなものをこう提示したのか、何か工夫というか。工夫でございます。でも結局ね、その、こうしたらこうなりますよとか、いくらこっちがメリットを言ったところで、やっぱり、自分たちも中でやってると、新しいことをやろうとすればするほど行政の中では多分叩かれると思います。でそれに対してのその場限りのメリットではどうしようもない。だからどこを見て仕事するのかっていうのをじっくり考えるしかこれはないと思ってます。その場限りでこういろんなメリットを出したところで、それはすぐ古びてしまう。だからそれを考えるためにどこ見て仕事するのか、とことんそこを話し合ってやっていくしかないと私は思います。今のお話は私なりに考えているのはですね、この国 の、 その行政とそれから市民との関係というのは、やっぱ長い間その上位下達っていうんでしょうかね、お上がその市民というか民間をこう指導していくものであるっていう考え方で、この国全体が動いていたと思うんですよ。でそれではもうこの国そのものもうまくいかないということが大体10年ぐらい前からみんな分かってきているんだけども、なかなかこう意識が転換できていないというのは今の状況だと思います。そういう中でその 3.11 が起こり、エネルギー政策がこれでいいのかどうかということをみんな真剣になって考えてくる中で、この再生可能エネルギーについての取り組みがある意味こう自発的にとか自制的に生まれてきたわけでありますから、そういう意味でね、あの市民がかなり本気になって行政と意見交換をしていく、これが重要だし、各自治体のですね、職員もあの若い人を中心にして今までの生き方を変えなきゃいけないんじゃないかっていう人が増えてきたことが事実なので、彼らをその本気にさせるためにも、ね、市民のサイドがあの真剣にその意見交換していくということがこの国を変えていく、私は
あ、重要な一歩ではないかなと思います。だからそういう意味でも頑張ってまあ、短い時間でしたが、宝塚での、シンポジウム、スタッフを踏まえての振り返り、行いました。引き続き、ICEPとしても、宝塚市営さんの方の支援はしていきたいと思っていますし、まあ、今回できた、全国とのつながりっていうのをまた生かしていきたいなと思います。それでは振り返りワークショップを終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。